趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日は懐かしのミーイレブンライト 5G ですね、こちら愛用している方々が、まあ、シャオミの最新のミドルレンジですよね、レドミノート13プロプラスとか、プロかがおすすめできるのかっていうお話をしようかなと思っております。でこれ答えとしてはね、結構人によるのかなと思っておりますね、まあ、人によってはちょっとね、あんまりおすすめできないのかなと思っております。まあ、逆に言うとそれくらいこうミーイレブンライト 5G がですね、こう軽有なあのスマホだっていうことは最初にお伝えしようかなと思っております。なんで人によると思うんですけれども、逆にこのミーイレブンライト 5G を追加で買い足すっていう選択肢もね、ありだと思っております。まあ、要は今までミーイレブンライト 5G ですね、2年間ぐらい使ってて、ちょっとボディが傷ついてきたよとか、バッテリーへたってきたよっていう人に関してはですね、買い足しですね、もうこれもありなんじゃないかなというご提案でございますね。じゃあまずミーイレブンライト 5G が何なのかというお話でございます。2年ぐらい前に発売されてですね、ちょっとざっくりですけれども、ミドルレンジのスマホでして、これスペックがですね、もうスペックオタクとかインフルエンサーですね、まあインフルエンサーも基本的にはスペックをベースにね、商品紹介していくってことになりますから、そこにねこう刺さるような、当時としてはめちゃめちゃいいスペックだったわけですよ。例えば SOC はスナップドラゴン780G とか、フェリーがついてます 33W 充電で、UKEL の 90Hz ディスプレイ、そして確か 4800mAh ステレオで、投資としては輝度高い 800nit と、そしてオープンマーケット版でデュアルシム使えますよみたいな感じで、本当にね、あえて今回スペックの話してますけれども、スペック大好きな人にとってはめちゃめちゃ期待できるものですよね。でかつお値段が 43,800 円ということで、もう本当に当時としてはめちゃめちゃすごかったと。これなぜかと言いますとですね、やっぱりミドルレンジって特に昔だといいものありませんでした。もう今となってはね、もうピクセル 7A、8A だとか、レドミもそうですし、モトローラとかナッシングフォンとか、まあ、アクオスとかも全然悪くないと思いますし、そんな感じで盛りだくさんなわけですよ。まあ、ただ本当にね、2021年以前っていうと本当ないっていうとやられたかもしれないですけど、 iPhone SE か OPPO のリノ A シリーズぐらいしかなかったですね。リノ A も、まあ、ミドルレンジの中ではちょっとどうしても価格帯的には下になってくるので、ちょっと性能は物足りないとってなってくると、 iPhone SE か、まあ、あとあるか Pixel 3A とか 4A か、まあ、あれもちょっと高かったんで、当時はですね、ちょっと微妙でしたという問題がありました。でそこで出てきたのが、先ほどね、こんなね、めちゃめちゃ当時としてはいいスペックを兼ね備えている、Mi 11 Lite 5G とか、そういうのが出てきたわけですよ。まあ、ちなみにその1年後ですね、まあ、Pixel 6A が出てきて、脚光を浴びて、でさらにその1年後は元 Edge 40とか Pixel 7A も出てきて盛り上がって、まあ、今の状況っていう、そういった歴史がございます。でその先駆けがですね、この Mi 11 Lite 5G だったわけですよ。まあ、ただ当然 Mi 11 Lite 5G ね、その年一お下げのミドルが出てきたっていうことなんですけど、やっぱどうしても、難があったっていうのは事実かな、なんというか荒があったっていうのは事実で、例えばゲーム性能がいまいちだったりとか、あと今なんか防水がですねダメになってしまって、なんか電源ボタンの接触が不良になってしまうみたいな問題もあったみたいです。そんなわけでですね、まあ、例えば、まあ、どうしても荒があるミドルだったのでですね、2年経ったから、まあ、そろそろ古いから、まあ、レドミノート13プロとか、プロプラス買っとくかって思うかもしれません。もちろんね、これ同じシャオミなわけですし、まあ、比較的ポップなデザインみたいなものは、継承していてですね、まあ、そういう意味で見た目の入りっていう意味では、まあ、レドミノート13プロシリーズありなんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ、何回もお伝えする通りですね、ミーイレブンライト 5G は非常にもう稀有なね、今でも本当に唯一とまでは言わないので、本当に非常に珍しい存在です。それが何かというと、薄型で大画面ですね。これはね、かなりアドバンテージになると思いますよ。大画面というとですね、画面の大きさは例えばレドミノート13プロとほぼ同じ大きさなんですが、圧倒的に操作性はね、Mi 11 Lite 5G の方がいいです。薄いので、もう片手操作もね、割と余裕でいけると思います。薄いとですね、やっぱりこのずらしやすさみたいなところを、取り回しのしやすさが、本当に指のリーチが、親指の届きやすさが全然違うというのがあります。やっぱ持った時の、なんていうんですかね、こう違和感が、ちょっと心地いいみたいな、そういう感じですよね。この画面のサイズだと、ああ、ちょっと持ちにくいんだろうなって思って、こうひょいって持つと、あれ持ちやすいみたいな、そのね、差みたいなところが非常に良かったりもします。かつ、まあ、フラットなデザインですよね。カメラワンプ、まあ、一応あるといえばありますけど、ほぼほぼないデザインとなっております。
まあ、これはね、持ちやすいんじゃないかなと思います。まあ、特に最近あるようなですね、丸型のカメラですね、シャオミ14ウルトラとか、そういうのだと逆にね、もうバンプがしっかりしてるので、指がかけられて持ちやすいみたいなのはあるんですけれども、なんか iPhone とかね、全本とか、中途半端なバンプが一番微妙なのかなみたいなのはありますよね。で、それに対して、このミー11ライト 5G はですね、非常にフラットで、まあ、持ちやすいというか、まあ、スッキリしていていいんじゃないかなと思っております。まあ、すいませんが、これがね、今回の動画の本題でございまして、まあ、中締めというか、としては、このね、アドバンテージが非常に強いので、買い足しでもいいのかなと思っております。まあ、それ以外、強いて言うと、この薄さみたいなところに惹かれるのであれば、モトローラですね、モトの H40 というモデルも、まあ、ミー11ライト 5G ほどではないんですけれども、非常に薄型のボディとなっていて、まあ、画面もね、ミー11ライト 5G よりも小さいですので、まあ、使用感は非常に近いんじゃないかなと思います。最近、H40 Neo というね、少しこうスペックを抑えたものも出ておりますので、まあ、そこから選んでもらうというのも、まあ、一ついいのかなと思います。あとは、まあ、一応海外になっちゃいますけど、シャオミのシビっていう、本当に中国とかしか出てないモデルとか、あと、シャオミも一応ね、12ライトとか13ライトも一応あるんですけれども、まあ、これちょっと海外モデルになってしまいますので、まあ、あんまり多くの人にはお勧めできないというところで、はい、まあ、ミー11ライト 5G おすすめですよと。まあ、元に関しても、ミー11ライト 5G ほどの薄さはないですし、カメラバンプも、まあ、一応それなりにありますからっていう感じですね。まあ、逆に、まあ、ミー11ライト 5G 使ってたんだけれども、なんか薄さってこれ何の話って今いろいろ話してきましたけど、テイストに関しては、まあ、レドミーノート13プロシリーズ買い替えてもらえるとね、いいんじゃないかなと思います。まあ、後でお話しますけれども、性能に関しては基本的にやっぱり順当にね、進化はしております。で、かつ、先ほどもお話し通りですね、比較的ポップなデザインも継承しており、やっぱり、レドミの方が圧倒的に高級感あります。プロも、プロプラス、特にプロプラスですかね、に関しては、本当に、ハイエンドモデルかと見間違うほどの、高級感となっております。まあ、ミー11ライト 5G は、特にベゼルのところとかですね、プラ感があります。あとは、この、ディスプレイの間のところですね、これ樹脂が入っていて、昔のモデルによくあったやつだと思うんですけど、ちょっとなんかもっさりした感じはあるかと思います。なんでそういった形で、まあね、デザインに関しても基本的にはブラッシュアップされていると。まあ、ただ特に、ね、レドミノート13プロプラス、あ、13プロ、13プロに関しては、この角張りで比較的厚さもあるので、先ほどもお話した通りですね、この薄さみたいなところは相当数ね、ミー11ライト 5G と比べるとなくなってしまうというのは注意点になってきます。で、先ほどもお話し通りですね、やっぱり基本性能は、まあでも、まあ、レドミの方がいいんじゃないかなと思います。ただ、まあ、ミー11ライト 5G も、まあ、負けてはないっていうのはね、ありますね。まあ、例えば違いとしては、レドミに関してはハイパー OS ですね、最新の OS を積んでおります。なので、例えばこのコントロールセンターが違ってたりとかっていう感じですかね。ミー11ライト 5G もアップで来るのかわかんないですけれども、今のところは MIUI 14ですね。最後の MIUI のバージョン。これの1個先がハイパー OS っていう感じなんですけれども、アップでまだ来てないので、ちょっとどうなるかわかりません。もしかしたら今後ハイパー OS も来るかもしれません。まあ、ただやっぱりハイパー OS の方がもろもろ使い勝手良くてですね、こんな感じで Wi-Fi の切り替え画面とかもこんな感じ。このなんていうんですかね、小画面で切り替えができたりとか、そういうのしやすいですし、あとポップアップウィンドウですね。ポップアップウィンドウか、フローティングウィンドウか、その辺の操作性も非常にいいんじゃないかなと思います。例えば、こんな感じで、まあ、これ一発でできるっていうのもありますし、この点々ですね、点々のところから、フローティングウィンドウを消せたりとか、分割画面に切り替えたりとか、そういう操作性が良くなってるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思います。あとはバッテリー持ちですね。これも、まあ、レドミの方がいいのかなとは思います。まあ、ミー11ライト 5G、ちょっとバッテリー持ちあまり良くありませんよみたいなところがあったと思うんですが、まあ、そこと比べるとレドミはいいのかなと思います。ただ、レドミもね、ちょっとバッテリー持ちいまいちでして、そうですね、まあ、やや、まあ、ミー11ライト 5G よりいいのかな。特に13プロプラスはあまり良くないので、まあ、そんな感じでございます。例えば、これちょっと数字の羅列で申し訳ないですが、同じこう YouTube を垂れ流した時には、まあ、1時間ぐらいはレドミシリーズの方が平均して持ちはいいかなと。バッテリー充電切れになるまで、高い、長く持つんじゃないかなといった印象が個人的にはありました。あとは、まあ、充電性能ですね。レドミノート13プロは 67W、そして、13プロプラスは 120W ということですので、まあ、ミー11ライト 5G も 33W ということで、まあ、一応ね、
今から考えても、まあ、最低限使えるぐらいの速度はありますけれども、やっぱりね、順当にこれ、Redmi シリーズが進化してるっていうのはあります。で、次、カメラに関してもね、私のチャンネルではおなじみなんですが、ちょっと紹介をしていこうかなと思います。まあ、これも基本的にはね、Mi 11 Lite 5G より Redmi の方がいいかなと思います。例えば、使い勝手というところで言うとですね、こういう OIS が、Redmi に関してはついてます。なんで、こう遠くを撮る時のブレブレ感みたいなものは Redmi の方が圧倒的に抑えられるっていうのがこのキャプチャーからもね、わかるんじゃないでしょうか。そして遠くを撮った時ですね、これも順当にやっぱり、13 Pro Plus Pro、Mi 11 Lite 5G という感じで落ちていくのかなと思います。まあ、逆にこれ13 Pro Plus が望遠レンズついてないのにめっちゃすごくねっていう話ではあるんですけれども、あとこれは等倍で撮った時ですね、まあ、Mi 11 Lite 5G ね、前の昔レビューだった時もそうだったんですけれども、鼻撮るの非常に苦手でちょっとおかしな感じになってるっていうのがわかるんじゃないでしょうか。まあでも鼻なんてそんな滅多に撮らないからいいでしょうと。そしてもう一回望遠レンズいきますね。これ10倍で撮ってますが、まあ、これもくっきり度合いは基本的には、Redmi Note 13 Pro シリーズがいいんじゃないかなと思いますね。はい、こちらの看板というか絵みたいなものも同様かと思います。続いてお食事ですが、これ実はお食事に関しては Mi 11 Lite 5G の方が良かったりもします。例えばこういったね、グリーンカレーというかほうれん草のカレーかなんですが、 Redmi シリーズね、2つともちょっと黄色っぽくなっちゃってるんですね。これ AI 補正がミスってる証拠だと思います。かと思えばですね、なんか逆にこんな感じでラーメンみたいに、Redmi シリーズで色薄くなっちゃうことが多々あるんですね。これは Mi 11 Lite 5G は適度に着色されていて美味しそうに見えるんじゃないかなと思います。そして夜景に関しても、まあ、仕上がりとしてはほぼほぼ同じですかね。まあ、ただ、まあ、基本的にブラッシュアップされているのは Redmi Note かなと思います。あとは、こう、なんていうんですかね。処理の速さ、夜景モードの時の処理の速さは圧倒的にレドミの方が速かったりもします。そしてもう一つが Mi 11 Lite 5G ですね、近くのところのピント合わせのしやすさみたいなところはちょっと劣るのかなと思います。なのでこんな感じでちょっと適当な雫をね撮ってみたんですけれども、やっぱりレドミノート13 Pro シリーズの方がしっかりとピントが合ってるっていうのがわかるんじゃないでしょうか。はい、動画といえばこの画角、超広角でちょっと動画を撮っていきます。今回はちょっと歩く感じではないので、そこだけ、ご注意いただければなと思います。基本的にはちょっと歩かず色合いだけちょっとチェックしていくといった感じでございます。動画はまあでも動画もレドミシリーズはまあそれなりに優秀って感じですよね。めちゃくちゃいいってわけではないんですけれども、はい、でこんな感じですがいかがでしょうか。今標準レンズで動画を撮っておりますがいかがでしょうか。ちょっとね雨ということもあって微妙な環境で撮ってるわけなんですけれども、まあ、ちょっとこれでご勘弁いただければなと思います。渋谷中央街ちゃんと映っておりますでしょうか。そしてね今スマホがちょっと濡れておりますが、まあ、別に防水弱めの Mi 11 Lite 5G でも全く悪くはないんじゃないかなとは思いますね。まあ、あくまでこれちょっと濡れただけなんで分かんないと思うんですけど、そんな感じです。続いて処理速度ですね。やっぱり最新のモデルの方がいいんじゃないのって思うかもしれません。まあ、これもね平均するとやっぱり、まあ、Redmi Note 13、特に13 Pro Plus の方がいいのではないかなというふうに思っております。まあ、ちなみにアンツツベンチマークのスコア的にはですね、これバージョン9ですね。昔のちょっと いろんな事情があって昔のものでやってるんですけれども、 Mi 11 Lite 5G 大体 50万点ぐらいで、 Redmi Note 13 Pro ですね、 Pro 無印が50万同じぐらいなんですよ。で、プロプラスが、まあ、60から70万点ぐらいいくっていう感じですかね。はい、こんな感じですね。Redmi と Mi シリーズでアンツベンチマークほぼほぼ同じなんですね。まあ、同じスコアといってもなんかブラウジングとかね、各種 SNS アプリとかも私もこれ2つで操作してみたんですが、なんか安定感みたいなものは、Redmi の方が良かったです。まあ、ただですね、これケースバイケースでして、動画の書き出しテストをやるとですね、なぜか Mi 11 Lite 5G が一番早かったりとかっていうのをしました。少なくとも Mi 13 Pro と比べたら誤差の範囲内だと思いますし、まあ、13 Pro Plus と比べても、まあまあまあ許容範囲の差、Mi 11 Lite 5G でも差になってくるんじゃないかなと思います。参考程度ですけど、いつものごとくちょっと Yahoo のサービスを立ち上げていきたいと思います。右が13 Pro Plus で、こっち左が Mi 11 Lite 5G となっております。激重の番組表ですが、こんな感じでちょっと Mi 11 Lite 5G の方が早かったりするんですよね。はい、次マップ、もちろんこれちょっと通信の問題もあるかと思うんですが、
まあでもこれもそうか。これはあれです、ミールムライト 5G の方が結構遅かったかな。まあその辺どっちもどっちで、まあ、普通に使う上では誤差の範囲内なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、そうですね。まあカメラ画質と、特に望遠とかは、まあ、Redmi Note 13シリーズの方が良かったりとか、まあ、もろもろ最新のトレンドですね、反映してはいますが、全然 Mi 11 Lite 5G 買い増しでもありなんじゃないかなと思います。まあ、今、新品で入手するのちょっと難しいんですけれども、まあ、フリマとか中古ショップとかで、状態のいいものをいろいろ売ってますので、そこで選んでもらうと。あとなんかね、稀に、シャオミのオンラインストアで、なぜか Mi 11 Lite 5G が売ってたりとかするんですよね。なんか、今は買えないんですけれども、たまになんかゲリラ的に売り出されたりするので、そこちょっと、狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、今回の動画は以上となります。この動画ではこんな感じで、まあ、特にね、シャオミ製品の情報を中心に、実際に使ってみてどうだったのかとか、はい、そういう観点で、利用者目線で動画をお送りしたいと思っておりますので、そういうの興味ある人はチャンネル登録して待っておいてもらえればなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。